皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドパート67やっていきましょう。今回は前回モルドラジークを倒したこちらの祠を出す儀式からやっていければと思います。多分この4つの食材に火をつけるんでしょうね。リンクさん暑そうですけど、もうちょっとで砂漠を脱出できるのでなんとか耐えてください。いやいや MK さん、暑いのをなんとかする薬とか飲めばいいじゃないですかと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあでも MK さん割とこういうのご利用しちゃうタイプなんで、そこもよろしくお願いします。ということで、はい、3つ目の食材に火をつけてラスト。そう、時のオカリナとかでもさ、あの炎の神殿の近くとかって赤い服着てないとダメじゃないですか。でも MK さん、ああいうのも昔ご利用してやっちゃってました。はい、昔から性格って変わらないもんですね。ということで祠が出てきた。ここ分かりづらくない？モルドラジーク、まあ確かに手前にね、あの食材2個変な感じであるんだよ。だからあそこを見ればまあまあまあって感じはするけど、うん、モルドラジークをわざわざ倒しての祠だからできれば祝福がいいな。でも祝福じゃないんだろうな。祠チャレンジとかではなさそうですもんね。いやでもさ、祠チャレンジじゃなくても祝福ってこともたまにあるんですよ。みんなどう思う？ここモルドラジークが住んでて、で炎の食材を4箇所つけてって感じだったんだけど、祝福じゃないのかな。あ、祝福じゃない、これこの配置きたー。しょっぱなから祝福。 MK さん幸先いいですね。今日こそ祠100個まで行きたいな。あ、ゲルドの弓ゲット。ということでちゃちゃっとこちらの動詞からも克服の証もらっていきましょう。確かこれ8個目じゃない？だとしたらハート増やせるな。まあどっかで、うん、女神像の近くに行ったら増やしたいと思います。克服の証しょっぱなからゲット、素晴らしい。いいね、ちょっと幸先いいね。今日はもうこの調子でポン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 やっちゃうよ。いやもうガノン倒してさ、祠チャレンジとミニチャレンジの全部の数を見れるようにしてからやろうよって人もいると思うんだけど、でも MK さんはもうちょっとだけこの辺探索したい。そしたら怪しいのはこの辺なんですよ。ありそうなのはね。で、この辺行くとしたら、まあ、ゲルドの塔から行くことになるんだけど、もう一個怪しいのはこの辺なんだよね。この辺も確かに祠ないじゃん。まあ、どっちも行くか。先どっち行く？まあ、今暑かったから寒い方行きましょう。じゃあ、ゲルドの塔に飛びまして、そっち側見に行きたいと思います。一応、ゲルドコーチって一回行ってて、剣とか、刺さってるの写真撮ったりとかはやったんですけど、その時に発見しきれてない祠が、あ、てかさ、あんなに広い面積で一個も祠ないことないと思わない？基本的にこれからどうやって祠を探していくかっていうと、パッとマップ見て、なんかこの辺空いてんなっていうところ行きますよ。ほら、この辺とかも空いてんじゃん。この辺とかも空いてんじゃん。この辺とかも空いてんじゃん。多分こういうところにあるんですよ、基本的にね。ということで、じゃあまずこの辺目指すよ。はい、赤いピンを刺しまして、そっちの方に飛んでいく。で、あ、コログのお面つけとこうか、一応。コログのお面つけて、で別にさ、この服である必要もないよね。暑いですかね、リンクさん。どう、ちょっと寒いぐらいじゃない今は。おい、ハイリアのズボンも着まして、おい、わー。本当はジャンプしたかったんですけどね。そしてこういう下とかも怪しいっちゃ怪しいんだけど、まあとりあえずいっか。コログのお面が反応したらね、そこは適宜やっていければと思います。ここさすがにリンクさん登りきれるよね。ジャンプで行っちゃうよ。ほいほいで OK。 うわー、なにこれ、え、なんか怪しくない？これ何？ちょっと待てよ。これ、うーわ、なんかあった。わかりづら。え、待って、これどうすればいいかな？押せる？押せないよね。無理やり飛ばすしかない。これ、あ、待って、もったいない、もったいない。炎の剣もったいないよ。あ、これ、岩砕きの方がいいかも。岩砕きで、ほら、ほら、ほら。いや、待って、でも、こっち方向に飛ばしてもダメじゃね？待てよ。え、火炎の剣になって、待って、乗っちゃって、行った。あれ？岩砕きに変えたつもりだったんだけど、火炎の剣になってたみたい。ということで、中に入って、これ何？待って、これさ、奥でマグネキャッチして、全体的に引き寄せればよかったんだな。まあいいや。そして、でもコログの反応はないぞ。あれ？
って祠でもないのか。お、宝箱たくさんありました。ここ入るの大変だからさ、いいのあってほしいよね。爆弾やナイス。爆弾や結構欲しい。300ルピー。え、ちょっと待って、今日幸先が良すぎるちなみにこれ4月1日に多分上がると思うんだけど、無心の体験持ってなくね。待って、これ写真すら撮ったことがないような気がする。無心の体験、へえ、なんだろうこれ、ちょっとよくわかんねえけど写真撮っとこう。で、これはゲルドの弓撮ってる、太陽の盾撮ってる。お、ゲルドの槍写真撮ってないですね。はい、じゃあこちらも撮りまして、ゲット判定は持ってるかな。お、ゲット判定すらなかったっぽい。うわ、どうしよう。ちょっと待てよ、無心の体験ちょっと欲しいな。ブリーズロットいらないよな。こちら捨てまして、ちなみにこれは結構強い。50、普通に強いじゃん。で、ゲルドの弓か。あ、弓普通に1個持ってるね。太陽の盾、もういらねえな。ゲルドの槍もいらないでしょう。で、コログも反応してないんで、ここはもう、うん、なんもないと思う。へえ、ただの宝部屋なんだ、ここって。なんかミニチャレンジとかでありそうだけどね、こういう場所探せってやつ。ないのかな。あ、待てよ。マグネあるよ。マグネあるということは、何かしらやるんじゃないんですか。いや、でもコログ反応してないな。コログ反応してないよ。あ、待て。あー今影が見えた。怖っ。やめてよ、急に出てくんの。そして待って、そこ何？そこめっちゃ怪しくない？それ何？うわ、あ、ここあれか、イーガダンのと、あ、なんかあった。ちょっと待って、もう、いろいろ発見しすぎ。先こっち行かして、あそこ絶対祠だ。でも待って、その前にこっち行かして。え、でも、反応してなくね？シーカーセンサー。あれ？待って、これは？関係ないか。関係ないな。だとしたら、今見つけたそちら行きましょうか。祠チャレンジかな？どうだろう？え？こんなんあったっけ？こんにちは。え？なになになに？とりあえず、ここのやつ読んでみましょうか。光ったよ。力を望む者よ。青き光の石を捧げよう。青き光の石？夜光石のこと？だったらもうすぐ行けるけど。あ、夜じゃないとダメとかあるかな？とりあえず置いてみる？ほい。夜じゃないと青くはならないんだけど、いいんだいいらしいです。別に昼とか夜とか関係ないんだって。夜に青く光るものだったら昼に置いても大丈夫と。いや待って、こういうのってさ、祠センサー反応しないんだね。やばいね今の祠センサーって反応しないんだね。完璧に出てきてるやつじゃないとダメなんだ。まあ確かにハイラル城の火灯すやつも反応しなかったよな。うわー、もうそういう領域まで来てるか、持ってないやつ。あ、まあここで夜光石手に入るようになってたんだ。なるほどね。あ、狼いるよ。狼さんたち今用事ないからどっか行ってください。今あなたたち用事ないよ。 MK さん行ってーなやめてよ。 MK ちゃん行ってーなちょ、あなたたち興味ないって今。ということで、じゃあこちら中に入りましょう。あー、来てはや、動きはや。大丈夫狼さん、ちょっと、敵意向けすぎだって。 MK さんから手出してないでしょうが。うわ、これ祝福かな、どう思う。いや、祝福じゃねえんだよ、こういうの。あ、祝福じゃないね。祝福の場合はね、左右に光というか、水があるんですよ。二つの爆弾。なるほど。これを使えってことね。まずはそこ怪しいよ。はい、ドカン。え？正規ルートどっち？こっちだよね、多分ね。そこ、開かないもんね、現状。こっちも開かないし。うん、こっちでやるしかないんでしょう。で、これ、上に乗るのか？上に乗って、はい、ポンと飛びまして、こう来て、こう、何がせ、あ、なんかあった何が正解かわからないけど、何かしらありました。はい、これ何でしょうか？ 100 ルピーゲットありがとう。これで、あ、もう、宝箱ないね。コンプリートの証が出ております。あとは普通にクリアするだけ。爆弾上に乗せんのか？え？待てよ。とりあえず上上がって考えてみようか。爆弾乗せてもどうしようもなさそうじゃない？ほい。あー、まあ確かに爆発のあれでうまくやるのかな。やってみるよ。ほい。ドン。どう？あ、いった。オッケー。
なんだったの、あ大爆破。まあ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 、開いたからいいとしましょう。そしたらこっちに来まして、今度はえここ裏側大丈夫、いやさっき、あこれ何が正解だろう。あ、岩砕きもったいない。マスターソードにして、あたたたた、マスターソードに、あたちょちょちょ、変えまして、これで何が変わった、あそういうことか、なるほど、同じことするのね。オッケー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 、ここ置いて、でこれ持って、あ待てよ、一旦それ叩かないとダメですね。マスターソードで一旦叩く、そしてこれをここ乗せて、あたちゃ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 、あいちゃいちゃいちゃ、ここに乗せて、で順番に爆破すんのね。まずは、はい、ここ爆破して、あちょっと、あーダメかダメか、ちょっと待てよ、ちょっと待って、むずいな、だとしたらむずいね、やろうとしてることが合ってるか、合ってるよな、さすがに、いや合ってると思う、順番にやればいいだけだよね。え、ちょっと待てよ、いくよ、ここでほぼ同時だと思う、おいで、ここ変えて、おい、待って、全然違うのか、もしかしてさっきのところと上の構成が違う、だとしたらもはや MK さんの早とちりなんだけど、ほい、一緒だよ、上の構成一緒だよ。だとしたら、あんまり端に置きすぎなのかな、あ、わかった、引っかかっちゃってるんだ、そこの模様に、さっき多分模様なかったんだよね、模様に引っかかってるわ。これ置いて、よし今度こそいけるわ、さっきは模様に引っかかってただけですね。ほいからのここで、ああ早いよー。まあまあまあ、でも合ってる、ここ叩いて、これ置いて、でこの模様に引っかかんないように四角の爆弾を置きますと。うわーちょっと怪しいか、いやいける、ほいからの、あいった、早い、いや焦っちゃうんだよな、え合ってるよね、もうちょっと上行ってから爆発させろってことだよね、焦っちゃうんだよ、もう一回、これが最後のあのチャンス、いくよ、ラストチャンスを MK さんにください、いきます、上見ろ、ほいからの、ほい、 OK いった、あー焦ってただけだわ。ということでそちら正面開きまして、終わり、まだある、ほいまだあるね、何これ、ああそういうことか、なるほどなるほど、えそれだけかな、とりあえずここに丸爆弾を置くでしょ、あ待って待って、あ違う、リンクさんは飛ばない、リンクさんは飛ばない、リンクさん痛い、ちょ落ち着こう、一回落ち着こう、ここで、え待てよ、 MK さんはここにいるのが正解だよな、これちゃんと交互に行ってくれるんだろうか、ほい待てよ、ああ間違えた、待て、焦んな、大丈夫、焦んな、これを投げて、違う、痛い、焦んなって。もうもう一個爆弾出そうとか思ってさ、押しちゃうんだよね、二つの爆弾はちゃんと切り替えないといけないからね、でここでほい、でほい、おお、え、そういうこと、あ思ってたのと違った、なるほど、ちょ、一回じゃあ戻して、もう一回だ、これ二つ置かないといけないんだ爆弾、そういうことね、面白いじゃん。二つ投げとくのか、そっちに、えでもいけるかな、そんなうまくいくよ、おい、なんか勢いで爆発しちゃいそうだけど、どっちも、あ四角爆弾がさ、ナイス、そういうこと、まず四角爆弾で上行くでしょ、でここ閉じちゃったやつを丸爆弾で、待って落ち着け、大丈夫、もう一回次のラリーで行きます、次のラリーでバン、オッケー、いやちょっと面白かったね。今の面白かったね、もうなんもないですね、ということでクリア、いやなんかシンプルだけど深かったね。
あと MK さんがちょっと爆弾のを2つ出してやるっていうことに慣れてなさすぎる。2つ出すとさ、今どっちのカーソルになっちゃってるかが分かんなくなっちゃって、すげえいろんな爆発させちゃったね。大変申し訳ございませんでした。ということでこちらもクリアしまして、うわ100いきてえな、97、うわー、あと何個あるかなんだよ、そっち側に。あとこの祠センサーが反応する祠であってほしい。今奇跡的に見つけたけどさ、見つかんなかった時やばくない？うわ、これもう一回塔の上から行く？それともゴリ押しちゃう？ゴリ押しちゃうか？待て、びっくりした今。なんか音楽聞こえ始めると竜が出るんじゃねえかって、いつもびっくりしちゃう。この辺いるからな。あ、びっくりした、違った。この辺フロドラいる。あ、コログじゃね？あ、100コログだ、あれ。とりあえずコログやっとこうか。あれやってないよね、多分。あれ？やったかな？この辺からもう、コログのお面反応しても良さそうだけど、あれがコログだとしたら。いや、コログではあるんだけど、やってなかったとしたらそろそろ反応しそう。え？あれやってんのか？ああ、やってない、やってない、やっぱり。狼いるし。やめてよ。待て。どこ？一個だけ岩があるはず。どこにあるの？ちょ、キース。ちょ、待って。もう、これ、変なことになる前に倒しとくわ。え？岩どこ？岩ないよ、岩。あたた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 た。なんで草の中にあるの？そしてこの無限大マークの、無限大マークなのか、オリンピックの下のところなのかわかんないけど、とりあえず、はい、丸二つのマークを完成させまして、コログもゲット。いや、そろそろさ、ポーチ拡張も行こうぜ。お、何あれ？怪しいね。いや、怪しいけど、あや、待て、竜来そう、マジで。それだけ超怖い。とりあえず飛ぶよ。はい、リーバルトルネードでゴー。リーバルトルネード早く復活してよ、次。待って、竜来そう、マジで。もう竜やめて。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムにもいること確定したからさ。もう MK さん、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、もう、ブレス・オブ・ザ・ワイルド頑張ってさ、終わらせてもさ、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムにもいるんでしょ？竜。モルドラ・ジークまでいたらどうする？いつ MK さんに、休みは来るの？竜にビビる生活はいつ終わりを迎えるんだろうか。これ何？なんか怪しいけど。待って、コログ反応してないぞ。これ何？関係ない？関係ないことないだろう。変な石だよ。ほい。あ、コログじゃん。え、どこ？あ、なんでそんな遠いの？遠くね？なんでこんな遠いの？え、いけるこれ？え、いける？ちょっと待てよ。これビタロックで飛ばす必要あるんじゃね？マジ？ビタロックで飛ばすの？やばくね？うわ、びくしゃー。マジ？飛ばすよ。待て。待て。ちょっと斜めった。ちょっと斜めった。待て。これでいったっしょ。オッケーナイス！うまい！うまい！あ、行き過ぎ！行き過ぎ！バカー！終わり？これ積み？これ再ロード必須？え、やばくね？やりすぎやりすぎ。これやりすぎた場合どうなんの？再ロード？だって落ちちゃったよね、もう。谷の底に。もう谷の底に落ちちゃったよね、今の。これどうしようもないよね。探しようがなくない？どっか行っちゃったよ、だって。今のコログやばくない？今のコログ、もう一回ロードしないといけないってこと？やばくない？やばくない？ゲルドの塔からもう一回行く？ちょ、もうワンチャンスやる？え？毎回ロードしない。待てよ、マグネでもうちょっと安全に行けるだろう。いや、でもあの距離は無理だよな。オクタ風船。いや、無理だよな。オクタ風船でやろうがやらまいがだろう。ちょっとずつちょっとずつマグネで攻めてってみる？いや、でもさっきのやりすぎた、いや、でもうわ、待って、これ夜だから竜出るよ、もう。まずもって。まず竜出るよ、これ。竜出る。出ると思っといた方がいい。出るよ。出る出る。夜って出るから。なんかそういう感じなんだよ。夜って出るんだよ。みんなわかってる？夜って竜が出るの。大丈夫？もう出てもビビるなよ、みんな。みんな出てもビビんな。もう言ったが、反応した今。反応してないか。コログ反応したかと思った。竜出るから。夜出るから。みんな出てもビビんな。
大丈夫。MK さんも出る、出るって気持ちでいるから。出るって気持ちでいたら出てもビビんないから。あ、急に明るい時出るから。出ないな。もうやめてマジで。出る時、出る時出るって言えよ。任天堂。出る時出るって言ってね。出るって言ってないのに出た時はもうやめるからね、今日。そしたら、あっちか。ん？こっちだよね。あれ？ちょっとずれた？その上、あ、あった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 、さっきの。待てよ。寒い時出るから。寒いと出るよ。出ないね。出ないじゃん、全然。55だけここにめっちゃあんのか。下にも絶対コログとかちょこちょこいるんだけどさ。うわ、待って、さっきのコログがマジでやばい。これマグネだと思う、多分。さっき、いや、ビタロックでもいけるよ。ビタロックでもいけるけど、どうせ向こうが坂道になってるから、止まんねえと思う。なんかうまいこと言っても。待て。出るんだよ、こういう月夜の光の時って。出るの。こういう時出るんだよ。出るんだろ。出るって言え。出ないな。なんで出ねえんだよ、もう出てくれよ。なんなら、出てくれた方が場所把握しない。いきなり視界に入ってくるのだけ、ほんと嫌なんだよ。だから、いるならいるって言ってよ。いた？いた今？いないな。で、これさ、安定的な位置を探るんだと思う。この辺に置けない？うまく。待てよ。あ、置けるじゃん。なんだよ、だったらビトロックとかやる必要ないじゃん。いけたいけたいけた。こう来て、マグネでいけんだもうこれ。こう来て、待てよ。待て、あ、勢いついちゃった、勢いついちゃった。あぶねえ、危ねえ今ので。そこの真ん中持ってけば OK と。いや、ちょっとここのコログ苦戦したね。え、今ので OK。 待って、なんか暗くなってきたよ。なんで急に暗いの。あ、待って、視界悪い、視界悪い時出るよ、視界悪いよ。待って、もういや、あんまりね、出る出る言いたくないの。 MK さんもそればっかじゃん。最近最近 MK さんの実況、竜にビビってばっかで全然ゼルダやってないじゃないですかって言われるよ。分かってんだけどさ、 MK さんの中でブレスオブザワイルドって竜のゲームなのよ。なんか雨降ってない？雨じゃないかこれ。雨だ雨だ雨だ、やっぱり。あれ？やんだ。一瞬だけ雨降った。待って、この辺通るんだよね。しかも出るときこの辺通るから。うーわ、もうあんまこういうことばっか喋りたくないのね。もうちょっとゲーム実況の話したい、本当はね。でも、うわあ！待って、もうやめよう。もうやだ、今日なんかさ、今日やだわ。今日嫌な日だわ。今日嫌な日なんだけど、どうしよう。なんか今日怖い。いや、もういるなら、わかった。もうわかった。いるんだな。わかった。もうそこにいるからいいわ。もういるってことが分かったからいい。許す。で、うわー、びっくりした。もうやめてって。うわー、びっくりした。いいって。待って、あいつだけ視界にちゃんと入れといて。あいつそこね。はいはいはいっていう状態でやろ。よし。で、一応あっちに向かってるけど、そろそろ道中で普通に出る可能性。待って。普通に祠ある可能性あるから、ちゃんと見ようね。この辺ない祠とか。あ、上昇気流ある。あ、待って、氷あるな。あの氷怪しいね。そしてこの上昇気流もなんか怪しくね。なんでここに一箇所だけ上昇気流があるの？え、うわ、びきちゃん。もう。いつでも OK だ。いつでも OK じゃないんだよ、こっちは、気持ちが。これで上昇気流で、竜いるから、その辺に。いや、その辺にいるってことが分かってるから大丈夫。2回は出ないっしょ、この短時間に。これ、アイスか。ファイアロット欲しいんだよね。アイスはいらね。これ何？コログじゃない？え？じゃあ何？なんでもないの？これ何？あ、なんか、あ、モリブリンかなんかいるんだな、中に。いいや、じゃあ。コログ反応してないから、コログはいないと思う。ほい、ほい、ほい、ほい。そして、待てよ。今マップで言うとどの辺？この辺か。とりあえず、ここ登ってみよっか、一回。で、高いところから、ちょっといろいろ探してみよう。あ、なに？なに？びっくりした。ウィズローブか。あー、怖え。なんか今、竜の波動みたいなのかと思ったわ。
びっくりした。ウィズローブの攻撃ね、あんまり戦ったことねえからわかんねえんだわいやなんか今ガフの扉みたいなの開いてたからびっくりした。あ、痛い。ちょ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 なんか転がってきてるよ。竜の仕業か。おい待て、ちょっと攻撃しすぎじゃない？もういいって、もういいって。なんかコログも反応しねえし。あ、びっくりした。ミファの祈りね。はい、いつでも使えるのね。オッケー、ありがとう。リーバルトルネード使います。はい、ここで。ほい、うわー待てよ、これ大丈夫？竜もう行ったよな、どっかに。竜の滞在時間ってそんな長くねえから、どっか行ったと思う。もうもうどっか行ったはず。ほいほい、待って、この辺普通にさありそうだけどね、祠ない？こんな登って。え、ないっすか？結構来たんだけどな、結構来たけど祠とかないですか？あれ、とりあえずあっち行ってみるよ。待て、うん、はあ、ああそういうこと。そこは、そこの、うわあ、なんでいるんだよまだ。どっか行けよなんでまだ、来る？来る？上行くよね？来ないよね？来たらもうやめっか。もう今度こそやめるからね、本当に。あ、オッケーオッケー、行った行った行った。もうやめてマジで。なんで、さっき、なんかおかしくない？時間。ぐるっと一周してたんかな？なんかあった。待て、青のところはとりあえずいいや。そこライネルしかいないわ。赤のところ向かおう。待って、この辺ちょっと視界悪すぎてさ。いや、まあ一応ほこらの光はさすがに気づくだろうけど、いや絶対1、2個あるってこの辺。なかったら何しに来てんだって話なんだけどさ。はい、紫ルピーゲット。そっちの大地行ってないと思うんだよね。そっち多分行ってないんだよ。まあ見えねえな、いろいろなんかあるよね。あれあれだ、骸骨だ。待て、あった、ほこら来た、来たけど待って、ここ普通に素直に行っちゃっていい？え、素直にあったわ、ほこらが。来てないわ、シンプルにこの辺。あ、ここ通ってるんだ竜。なるほどね、竜ここ通るんだって。この溝覚えとこう。この溝竜通るから。オッケーオッケーオッケー。そしたらとりあえず1個祠発見。もうこんなとこさ、祝福でよくない？こんな豪雪地帯祝福だろ、こんなとこまで来れたらねえ。待て、おめ BGM 変わったからさ、竜来たかと思った今。はい、キマコサの、キマコササの祠ね。はい、とりあえずたどり着きました。これで98個目。今回100行きたいんだよ100行きたいんだよ。あ、90、そうだね、98個目だね。あんま難しくないやつがいいよね。えどうですかね。うわ、祝福ではない。なんだ、アイスメーカー極意だ。しかもなんか水辺の極意。まあまあまあ、なんとかなるか。行きましょう。マスターソード持ってる？オッケー、マスターソード持ってて、盾はオッケー、これでいいな。ふう、まあまあまあ、極意いけるよ。 MK さんもう慣れっこだから極意は。ふう、でも久しぶりにやるな。そして足が水場だからさ、アイスメーカーとかもうまく使えってことなんだろうけど、いいやMK さんはもう素直にやるわ。ほい、ここで来いよ。ほい、ナイスはい、ここラッシュ。3000だからね、シンプルに100発攻撃しないといけないんだけども、それくらいいけるから。ほいほい、あ、嘘。ほい、うっそ、今のダメなの？あえて、くそ、おいおいおいの、おい、オッケーからの、来いよ、後ろに避けます。これ食らうと結構大ダメージだからね。ほい、ナイスいいですね。おい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 、とりあえず2500以上、あ、2500以下にはなりましたと。で、ほいほいほいの、ほい、オッケーよ、マスターソードが眠りについた。そしたら一番強いのが、まあ王家の剣でいいな。ほい、ナイス、うまくねえか今日。今日どうした今日 MK さん来てない？はい、オッケー、ナイス。さらに、はい、ほい、あ、くそ、はい、ほい、うそ、今のダメ？ほい、うまいうまくて惚れ惚れしちゃうよこれじゃあ。はいはいはい、オッケー、いいよ。まだまだ、何、ああ、それか。ほい、うまい、あ、
もっと早いんだ、ラッシュのタイミング。もうちょい遅いと思ってたわ。はい、これでとりあえず1500以上を食らわせました。残り半分。それね、これはいいのよ。来い来い、うまい問題はあのビームをビーって貯めるやつ、あれでね、ギリギリ倒せるか倒せないかの賭けみたいなとこあるから、それが嫌な。あ、待て、来るんじゃね、来るんじゃね、いけ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 、ほらで、あ、待て、これくるくる回るやつだな。くるくる回るやつの場合は一旦離れようか。ほいほいほい、オッケー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 。で、上昇気流で上から切っていく。素晴らしい、いいですよ。ほいほい、オッケー。まだまだで、ほい、あ、もうちょっと早くていいのか。はい、今の早かったけどな。いって、そうだ、これアクスがね、めっちゃ食らうのよ。ほい、ほい、あ、もっと早いのか。変なの、なんかタイミングが変なのって感じ。はい、で、ほいほいほい、待てよ、何してくる、来た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 、これが毎回怖いのよ。はい、で、いや、いけるいける、オーラオーラ、素晴らしいということで、ちょっと待って、ガーディアンアクス拾って、ランスいる？ランスいらないよな。もう結構ね、全体的に武器が強くなってきて、火炎の剣いらないな。で、一応ランス拾って、ガードプラスプラスか。ガードプラスプラスってさ、太陽の盾とどっち強いの？おー、これ、こっちの方強い。あ、盾ガードアップ大ついてるもんね。オーケー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 。じゃあ、こちら全部持ってって。いや、どっかでファイアロッド欲しいんだよな。こういう宝箱から、なんか運良くでね、幼き武器マニアの人がさ、ファイアロッド欲しいって言ってて、この辺で手に入ったら嬉しいんだけど、銀ルピーまあまあまあ、シンプルお金も嬉しいですけどね。お金でそういう武器とか買えればいいんだけどな。買えないよね。古代系のやつしか買えないもんね。ということで、はい。道士さん、こんな寒いところでよく待ってました。よく、ここ誰も来ないよ。ほとんどの人来ないと思うよ、ここ。クリアするまでに。ねえ。いや、もちろんですけど、祠なんて、最初の4つさえクリアしてればガノン倒せるんで、ね、多分、3、40個ぐらいクリアしてガノン倒した人がほとんどじゃないかなって思うんですけど、ここなんて来たことある？みんな。来なくていいもんね、こんな場所。もうちょっと探索してみる？バランス的にはあってもおかしくねえんだよな。いやー、でももうちょっと竜今日怖えからさ、竜じゃねえとこ行きたいから、ちょっとこっち探索、この辺行こう。もうちょっとね、今日竜やだわ、もう。竜に会いたくない。で、こことりあえず祠解禁したから、もう飛んでこようと思えばいつでも来れるんで。よし。今もうこうやってさ、カメラが空に行くのも怖いわ。竜出ないところでやるから、今日も。いや、でもあっちも出るかな。もうやめてね、本当に。MK さん、ふざけて言ってると思ってる人いるんだけど、たまに。違うからね。ふざけて言ってんじゃないよ。普通に本気で嫌なんだよね。うわーってなっちゃうの。普通に。そしたら、怪しいのは、ま、この辺だよな。あ、ここ怪しくない？なんか、あ、なんかあるな。え？なんかあるよ。なんかあるよ。なんかあるね。これじゃない？こっちか。はい、じゃあそっちの方進んでいきましょう。ナボリスでけー。いや、ナボリスとかもね、ちょっと怖いんだけど、まあこれはなんか、あんまり生物っぽくないじゃん。なんか、巨大生物がやらない。これなんかね、MK さんの中では、建物の範囲。だから、巨大な建物恐怖症とか、うわぁ、変な範囲入っちゃった。変な範囲に入っちゃった。なんか、巨大建物、巨大建造物恐怖症みたいなのも聞いたことあるんだけど、MK さんはね、それではないんだよ。巨大な建造物とかが怖いんじゃない？うわ、あれ何？なんか怪しい。あっち、あ、ちょうど方向あっちだから、あそこ通ってみよう。そう、巨大な建造物が苦手なわけじゃないんだよね。巨大な生物が苦手なんだよね、多分。多分っていうか、巨大な生物が苦手なんだよ。だから、ナボリスとか、あ、コログ、ルッタとか、ああいうのは基本的に大丈夫なんだよな。うん、ということで、これは、なんか足りないとこがあんのか？おい。足りないとこ、ああ、なるほど。そこの上下っぽいな。ここ、置いて、え？合ってるかな？パッと見、ここと、え？こことここなんだけど。違う？違うね。ちゃんと数えた方がいいな。1、2、ん？あ、まあ、真ん中抜かして、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
9個だな。で、1、2、3、4、5、6、7、8、あ、9個あるもんね、ここ。で、そこが、あ、ここ足りなくない ?1、2、3、4、5、6、7、8、ここ足りない。ほい。で、おお、そっち合ってた。そっち合ってたわ。ということで、はい、コログ、また見つけることができました。もう81だよ。結構集まってきたね。そしたらそっちね、リーバルトルネードで、距離稼いで飛ぶか。ほい。本当はね、下のコログとかも気になるところではありますが、とりあえずは無視してまっすぐ行きましょうか。待って、竜いないよな。待って、あそこガーディアンいるわ。あれちょっと朽ちてる風に見えるけど、多分6本足ついてるってことはあれ動くわ。怖っ。やめてね。いや、大丈夫。この距離だったらさすがに見つかんない。で、朽ちてるやつってね、普通に生きてるやつと違ってね、索敵範囲が狭いから、これくらいの距離だったら大丈夫。普通の動くガーディアンだったらこれくらいの距離でも来るとき来るからね。そしたら、待てよ、この辺も動きそうじゃね、なんか。大丈夫?一応ね、ビタロックすればわかるんだよ。どれが動いてどれが動かないか。待って、あれ、あいつ動くな、ほら。あそこビタロック反応してるっしょ。ビタロック反応してるガーディアンは動くガーディアンなのね。で、こういう感じでビタロック反応してないガーディアンは動かないガーディアンなのよ。だからまあ、それをうまく使って、やれればって感じではあるけど、まあいざという時にそんなに頭が回るかと言われたら回りません。人間なんで。はい。で、ここ上登って、ここなんか、あ、交渉だけかな。うわ、待って、岩ロック違うよね。大丈夫だよね。ちょ、岩ロックだけ勘弁してほしいな。今岩ロック需要ないよ。うら、これで岩塩ゲット。うら、え、岩塩だけ、嘘、岩塩だけですか?ほい!岩塩だけだ!なぜか岩塩がめっちゃ手に入る場所。ここは?あ!絶対コログ。まあ絶対そこ1個だけあるってことはコログだわな。じゃあこちらも拾っておきまして。うわ、この辺全然来てないよね、多分。始まりの大地近いんだよね、実は。こっちさ、ほら。あの辺始まりの大地でしょ?おっ!一個ある。ちょっと待って、あそこ、印つけときたい。どこだ?水んとこ?ちょっと待ってよ。わかんねえ。へっこんでるところ。ここだよな。多分ここだと思う。待って、どの辺だ?うわ、わかんねえ。とりあえず、多分この、下だと思うから、ここにピン立てとくね。あ、いや、星マークつけとくわ。そこ祠あった。待って、周り見よう。まだあると思う。うわー、待って、あそこさ、オルディン大橋ってことはさ、オルドラ出るから。どんだけドラゴン出んだよ、このゲーム。いいって。なんでそんな出んだよ。もう、決まった場所だけにしてくれ、ドラゴン出るのは。ねえ、なんでさ、数箇所で出るの?一箇所でよくない?その場所にしか出ないことにしてくんない?で、待てよ、この辺寒いな。ちょっとリンクさん寒い?あ、寒いね。一応着るか。これ、コログのお面外せないから、はい、リトの羽毛のやつ着といてください。これ着るとね、ちょっと防御力下がっちゃうんだけど、まあまあまあ、あんま対戦っていうか、戦わないからいいでしょう。うわ、ちょっと。うわー、びくしゃー。出てくんな、急に。オッケー、ここ登って、あの塔絶対コログだな、上。怪しいもんね。いや、普通になんか祠か?なんかね、MK さんのかすかな記憶なんだけど、時間合わせるみたいなのがあった気がするんだよね。この、ゲルドコーチの、この、ゲルドコーチだったかわかんねえけど、この雪のところでさ、なんか時間合わせて影がどうこうみたいなのがあった記憶があんのね。それかな?それに使う柱?ちょっと、曖昧な記憶で申し訳ないんですけど。おい、一応 MK さんこのゲーム発売当時にもやってるし、その後も、やってるからね。だから、ちょこちょこ覚えてはいるんだけどさ。ここで、あ、やっぱコログだ。それはコログなんだ。ほい。ってことは、ホコラチャレンジ関係ねえな。はい。で、ここ、あ、なんか雪玉とかあるよ。とりあえず上登って、ここのコログは取っておくとして、あの小屋だよな、怪しいのは。なんだ?あれなんだ?とりあえず行きましょう。ほい、あ、ごめんなさい。なんか雪玉いっぱいあるけど、関係ある。そして待てよ。祠見えるんだったらもう、
あるじゃん。待って、すぐそこにあんじゃん。それ次行くわ。それ次行く。待って、他にもねえか。この角度あんま見たことないよ。ないか。うわ、ありそうだけどな、どっか。ねえな。とりあえずあそこ行くよ。うわ、この辺とかもさ、もうちょっとあると思うんだよ。これ何？こんにちは。え、これじゃない？そのなんか時間合わせるやつ。違うかな？誰かいる？あ、日誌がある。雪山の日誌を読みますか？はい、読みます。ゲルドの雪山に眠る勇者の試練。その調査の記録をここに記す。はい。調査開始1日目。私は古い文献に書いてあった勇者の試練を調査するため、この雪山にやってきた。文献にはこう書かれていた。ゲルドの雪山の台座に勇者の試練が眠る。ほうほうほう。私はついに文献に書かれていた台座の元へたどり着いた。台座？なんかあったっけ今奥に。調査開始7日目。雪山で台座を発見してから早7日。調達した食料がもう底をつきようとしている。現地調査の甲斐あってか、文献の中に謎を解く鍵となりそうな記述があることに気がついた。ほう。雪山の台座が光るとき、台座の中心に闇の塊を灯せ。闇の塊。この7日間の調査で台座が特定の時間だけ淡い光を放つことはすでに気づいていたが、闇の塊を灯せということが何を指すのか全く見当がついていないと。調査開始何日目になったのだろうか。どうやら私は台座に隠された真実にあと一歩のところまで迫っているようだ。ほう。しかし食料が底をついてしまった今、これ以上調査を続けることは不可能だ。いきなり暗くなる。何？龍？闇とは影。やっぱか、待って、びっくりすんな。龍かと思ったわ。待って、君とりあえず一回倒しとかないとだな。はい、こうし、いってぇな。そういう時間じゃないでしょ、今。ほら普通に強いっていうね。おい、くそ。待て。ほら、待てよ。ここで、待て。ほい、まあ、ヘッドショット効かない。待て。岩砕きで戦わない方がいいな。何の時間だよ、これ。もういいって。ちょ。いいってば。これもうビリビリで倒すか。ほら。オッケー。からのヘッドショットを決めて。くそ。待て。ほら。オッケー、ナイス。どんだけ君に時間かかるんだい。そして、台座？この辺だろ。な、あった。待てよ。多分ね、影っていうのはこの雪玉なんだよ。雪玉をどうにかするんだと思う。で、でかいやつだろ絶対。多分この辺にあるのじゃダメなんだ。でかい雪玉を持ってくる必要があるんだな。上にあったからそれを転がしてくるんだと思う。ただどの時間に光るのかだよな。待てよ、影になってるでしょ今。今それ雲なだけ？ちょっとそれがわかんないな。うわー、ちょっと難しい祠チャレンジが始まってしまいましたが、この辺にでかい雪玉ありますか？いや、でかくすればいいんだよな、転がして。多分転がせばでかくなるから、雪玉って。ほい。いいよいいよ。落ちんな。バカ。行っちゃった。これ大きくしようじゃあ。待てよ。逆さ。あ、もうやばい。もうないよ、雪玉が。せっかくこっちに来たのに。じゃああっちで転がすか。待って、その特定の時間にだけ光るっていうのがどの時間なのかをまず分かんないとどうしようもないよな。あ、光ってるよ。ちょっと待て、光ってるってかあれだよ、特定の時間。あ、光ってる。もう待って、これじゃダメだよね多分ね。これでさ、ほら、いや、ちっちゃいでしょこれ多分。うわ、光ってる。覚えよう、時間午後の5時ぐらいね。オッケー、わかった。あ、べ。これもうちょっと大きくすればいけるんだと思う。多分ね、雪玉のね、大きさが足りないんだよ。はい、転がせ。この辺の大きさでいけない？あー、もう光ってないわ。これさ、セーブされるか怪しいな。一旦火つけて、お昼ぐらいにしよっか。ほい。これで、昼。そうだよね、夜にしちゃうと、多分、7時とかになっちゃうでしょ。だから、昼にして、うわー、なに今いて、なんでそういうこと言うの今。なんで今赤き月の時なの空気読もうよ。
そしてはい、これ4時、あ待って、炎の剣持ってたらよくないね。で、あ、雪玉の場所がリセットされてる。で、多分5時なんだよ、光り始めるのが。5時か4時だと思う。それまでに、ちょっとでもこの雪玉をでかくする。はい。いやー、このでかくする作業が、めちゃくちゃ大変だぞ。ここ置いて、こうやって転がすだけでもいいと思う。はい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 。結構でかいよ、もう。でもこれ、リンクがさ、持てないサイズになっちゃったら意味ないと思うの。まだ持てるな。え、こんなもんじゃないかな。これリンクが持てないサイズになったらダメだよね。いや、こんなもんだと思う。これじゃない？大きさこんなもんじゃない？これで光ってる時になんとか合わせんだろ、この闇とは影って言ってたから。うわー、あと待ち、ちょっと待てよ、5時まで待ちっすかこれ。待ちますか。あ、待って、4時の時点で光った。5時じゃなくていいんだ。で、はい、オッケー、来たよかった。なんだ、5時じゃなくて4時ね。オッケーオッケーオッケー。ということで、はい、祠が出てきました。ちょっとむずいね、今のね。まあまあまあ、祠チャレンジになってこそみたいな、やつではありましたが、これさ、さすがに祝福だよな。大丈夫だよなこれで祝福じゃなかったら怒っていいと思うんだけど。結構待ったよ。あ、危ないよ。もういらないよ、これ。で、とこ、ほこら。あたた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 。結構わかりやすいところに出るんだね。っていうか、本当にあと一歩だったんじゃん。あの日記書いた人。やってきなよ。あと一歩だよ。もうわかってたじゃん、ほとんど。なんでということで、中に入っていきましょう。祝福であってよ。もう今日、極意とかいらないからね。そしてこれが99個目のほこらになりますと。はい。中は、祝福きたー。今日祝福多いね。そうでもないか。スマ様の祠。じゃあこちら中開けていきましょう。なんでしょうか。あ、月光のナイフか。ロングスローとかあんま使わないんだけどな。とりあえず、まあ月光のナイフ捨てといて、月光のナイフ拾いましょう。それしかないよね。はい、オッケー。こちらもらいまして、なんとか99個目の祠。達成しました。いや、次100個目だよ。てか、すぐそこにあったし。なんかもう見えてるし、100個目の祠。はい、よくぞこの祠までたどり着いたということで、克服の証、11個目。次回、100個目の祠になると思いますけど、その次回の100個目の祠で、もはやハート3つ増やせんな。あと、20個だか、あと21個で、まあまあまあ、次のやつゲットしたとしたら、あと20個だから、5死20、あと5個増やせんでしょ。あ、やっぱ下の段マックスまでは無理なんだよね。そうだよね。あれ、ダウンロードコンテンツのやつ含めたらいけるんだったっけ。あら、ちょっとそこ記憶曖昧。ダウンロードコンテンツの祠全部さ、クリアすればさ、頑張りゲージと体力どっちも満タンにできるんだったっけか。ちょっと、わかる方いたらぜひ教えてください。ということで、そこの下だな。100個目の祠を見つけました。なんか道中大丈夫？ん？今コログ一瞬反応した？あ、びっくりした。祠は反応してる。なんか今一瞬コログ反応したような気がしたんだけど。まあいいや。コログはどうせ900はね、道中じゃ無理なんで。なんか、これ何？え？誰かいる？誰かいるぞ。こんにちは。何やってんの？こんなところで。ここでライネルの肝、よくわかんないけど、一旦今回はじゃあこれぐらいで終わっておきましょうか。次回このよくわかんない人に話しかけつつ、びっくりした。そこの祠100個目、なんとかクリアしたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価をして、次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、あなたどうしたの？